パプリカはナス科の多年草である唐辛子属唐辛子の栽培品種、または香辛料のこと。カラーピーマンの一種であり、日本では肉厚で辛みがなく甘いキャプシカムニュムグロッサムの品種を呼ぶ。日本で流通する果実の多くは赤色や黄色、大色であるが、紫色、茶色などの品種もある。また着色料としても使われる。唐辛子の主な 辛味成分のカプサイシンが劣性遺伝子のため、ピーマンやシシ唐辛子と同じく果実に辛味を持たない唐辛子の栽培品種である。パプリカは肉厚で、部屋数が3、4室に分かれた綺麗なベル型を形成する品種である。パプリカの果実はやや大型となり、辛味がない、もしくはほとんどない。果皮はやや硬いが、果肉は豊富な果汁を含み肉厚で糖度が高い。 果実は加熱調理するほか生でも食べられる。栄養素の構成もピーマンに似るが、ビタミン様物質の一種であるビタミン P を含んでいる。ビタミン P は、ビタミン C を壊れにくくし、またその抗酸化作用の性質を高める効果を持つため、加熱調理してもビタミン C が失われにくい。パプリカの品種を作り育てたのはハンガリーで、現在も一大産地として知られる。 ハンガリー料理にパプリカは欠かせない存在で、市中料理グヤーシュをはじめ数多くの料理に用いられ、かつては国を挙げてパプリカを生産保護していたほどであった。アメリカでの主な産地はカリフォルニア州とテキサス州。その他の主な生産国としてブルガリアスペインなどがある。日本国内でも2006年以降には、熊本県2010年以降には、 茨城城県、広島県、宮城県、県広島宮山形県などで生産されている。日本の主要な輸入元は韓国、オランダ、ニュージーランドなど。日本ではかつてはオランダからのパプリカの輸入が多かったが、2010年から日本市場の過半を占めているというように、近年はオランダの種子と施設を導入した韓国産が増えている。スペインではほぼ全域でパプリカが使われるが、 ソーセージに肉と一緒に混ぜる用途が多い。他にはそのまま一切加熱せずに別の食材と合わせることもあれば、スープや煮込みの具として使ったり乾燥させて粉末状にしたパプリカパウダーやペースト状にしたものを利用する場合もある。パプリカの種類は辛口のピカンテと辛くなくむしろ甘みのあるドルセに大別される。香辛料としてのパプリカは果肉を 粉末状にしたものであり、辛みのあるものもある。日本で野菜として流通しているパプリカとは別品種で、日本では辛みのないタイプが一般的。唐辛子にも似た独特の風味を持つが、味や風味が穏やかなため、大量に投入しても料理の味を損なわないと言われる。鮮やかな赤色で黒く焦がさない限りは、調理しても赤みを保つため、 料理を彩る色彩としても用いられる。パプリカはコロンブスによってヨーロッパへ持ち帰られた。この時、当時のヨーロッパで胡椒が珍重されていたことから、ペッパーの名が付けられた。果実の呼び名は国ごとに異なり、胡椒と唐辛子のどちらかで呼ばれている。イギリスでは単純にペッパーを呼び、その色合いに合わせて、レッドペッパーやグリーンペッパーだが、イギリス連邦では、 キャプチカムと呼んでいる。アメリカ合衆国では果実と品種をベルペッパーと呼んでいるが、その色合いに合わせてレッドペッパーやグリーンペッパーなどの呼び名も通じる。ロシアではブルガリアの胡椒を意味する。スペインではピミエント、ポルトガルではピーメント、またブラジルではピメントン。フランスは例外でピーマンと一括りにされボアブロンと呼ばれている。 この果実から作られる香辛料はパプリカと呼ばれる。これは唐辛子全般を指すクロアチア語由来のハンガリー語が転用された呼び名である。日本では品種も果実も香辛料もすべてパプリカと呼ばれている。ありがとうございます。